目の輝きがなくなった。あーあーびっくりした。はいどうも皆さんこんにちは、ボルボックスでございます。今回こちら、誰か俺を殺してくださいの続きをやっていきましょう。さて前回、渚くんの担任の先生である小林先生ね、あのゲス野郎あいつもやっぱりいじめグループとグルだったんですよね。でただでさえ傷ついている渚くんに追い打ちをかけるようにね、この場では言えないようなひどいこと、本当にひどいことを渚くんに対して小林先生はやってしまいました。そこで渚くんがね、心底傷ついてしまって自殺をしようとしていたところ、イクトくんがね、スーパーヒーローイクトが駆けつけてくれて、うん、二人でね、二人っきりのラブラブな時間を過ごしました。はい、今回はその続きからでございます。そのラブラブなラブラブな時間からね、一夜明けて渚くんはイクトくんの家を離れようとしております。それでイクトくんはちょっとね、なんというか心残りがあるような素振りをしてますね。うん、渚くんに対して俺はそれに気づかないふりをしてイクトの家を後にした。うん、イクトがうまくごまかしてくれたのか、家に帰っても少し注意されただけで特に何も詮索はされなかった。自分のベッドに潜り込んで声を出さずに少しだけ泣いた。うん、ずっと泣いてるな。月曜日からまた学校だ。怖いけどちゃんと学校行こう。すごいね、あんなことされたのに。っていうかあんなことされてまともに小林先生と授業できる？無理でしょうああもうなんでトイレでうの大会やんなかったのてっきり私はね、トイレでなんか催し物をすると思ったらとんでもない行動に出たからね。彼は対策や解決策は何も思いつかないけど、何も悪いことはしていない俺が逃げなきゃならないなんておかしいじゃないか。うん、確かに。どうする？携帯を見てみるとものすごい量の着信とメールが溜まっていた。誰だろう。また嫌がらせだろうかと思ったけど、すべて両親とイクトからのものだった。あ、よかったね。え、結局まだストーカーの正体が判明してないけど誰だろう。どうやらものすごく心配をかけていたらしい。うん、やっぱりね、本来優等生の渚くんだから急に家出とかするとね、帰り遅いとかなるとみんな騒いじゃうよね。何か、あった時のためにやっぱり携帯は持って行った方がいいかもしれない。そうだね。あれなんで置いてったんだ。あ、ストーカーから嫌がらせを受けたからか。月曜日怖いね。今日からまた学校だ。俺のことを心配したイクトが家まで迎えに来てくれて一緒に登校することになった。うん、やっぱりなんだろう、前回の選択肢ね、月村くんたちを殺すか殺さないか、とても恐ろしい選択肢だけどねのうち私は殺さないを選んだんで、そうするとなんだろう、イクトくんルートに行くのかな。で殺すを選ぶとユキノくん、わかんないね。うん、だってユキノくん前回全然出てきてないから。なんかイクトと登校するの久しぶりだな。あ、そうだったね、受験生だから。小学校の頃は、毎日一緒に学校へ行っていた。あの頃は帰りだって必ずと言っていいほどいつも一緒だった。うん、中学に上がってからはさすがに頻度が徐々に減ってきて、最近はほとんど一緒に登校なんてことはなくなった。うん、そうなんだ。生徒会がある日の帰りなんかはよく一緒に帰っていたけど、それくらいだ。なんかこれから毎日、なんならこれから毎日一緒に行くか。うん、その方がね安全だよね。ストーカー問題もあるしね、問題山積みだよね。いじめられててストーカーされててあんなことされてちょっと口には出せませんが、うん、とても卑劣な行為でしたね。うん、どことなく上機嫌で嬉しそう。そうだね、イクトを見ていると俺も元気が出る。冗談なのかもしれないけど、また明日も迎えに来てくれるのかなと淡い期待を抱きながら学校への道を歩いた。え、なんだ、ちょっと待って、ノベルゲームをね、たくさんやってきておりますので、なんかここ怪しくない？この文面フラグじゃない？伏線じゃない？迎えに来てくれるのかなと淡い期待を抱きながらって、ちょっと怖いんですけど大丈夫？死なないで。イク
人くん大丈夫ですか？本当に頼むよ。歩きながらいろいろな話をしたけど、昨日の夜抱き合ったことといじめについては一切話さなかった。ちょっと気まずいか。気を使っていてくれているのか、それとも別の意味があるのか気になったけど確かめることもできず、たわいのない、世間話をしながら歩いた。さあ学校へ到着いたしました。あ、ゆきのくん、僕の一番好きなゆきのくんにやっと会えたぜ。テンション上がるね。1話ぶりだね。おはよう。おはよう。教室に入るとゆきのが駆け寄ってきたんで挨拶を交わした。直後はちょっとここ言えないね。担任の先生にひどいことをされたということです。ゆきのを助けたことを後悔したけど今はもう大丈夫だ。逆にさ、いくとくんに助けてもらっていなかったら、なぎさくんはゆきのくんのことを恨み続けていたのでしょうか。たとえ後悔していたとしても、ゆきのに罪はない。そうだね、よく言った。普通に接するようにしなくて。でもなぎさくんもいくとくんと結ばれてるんでしょ。じゃあゆきのくんちょうだい俺にちょうだい、ゆきのくんを。俺にはいくとがいる。大丈夫、そう自分に言い聞かせて。ああ、やっぱりそうだね。ゆきのとたわいのない話をした。ゆきのくんルートじゃないね。チャイムが鳴ると同時に一番会いたくなかった小林が入ってくる。生徒にあんなことをしておいて、よく教室に、そうだよね、顔を出せたものだ。嫌な汗が一気に吹き出してきて手足が震える。大丈夫だと思っていたけどやっぱり怖い。ドクンドクンと心臓が高鳴って座っていることすら辛くなってきた。頭が痛い、めまいがする、吐きそうだ。あ、ダメだったか。まあ逃げた方がいいでしょうね。あんな危険な魔獣がいる教室では絶対に保健室行った方がいいって。我慢できなくなってホームルームが終わってすぐに保健室へ駆け込んだ。貧血だというとすぐにベッドを貸してもらえた。1時間目の始まりを告げるチャイムが響いている。こんな風に授業を休むのは初めてだった。そうだね、これなんだろう、将来的にも影響してくるよね。なんか授業欠席多くなっちゃうと大丈夫かな。とにかく現実から逃げたくて布団にくるまって目をつむる。かわいそうだな。触れる手でギュッと布団を強く握りしめた。ホームルームの時間、月村たちは、あ、またいなかったんだ。このまま来ないでくれ、それだけを願いながら意識を手放した。再び鳴り響いたチャイムで目を覚ました。あ、なんだろう、ゆきのくん、ゆきのくん最高ちょっとそこにベッドあるからよちょっといかんいかん。はい、なんだろう、ゆきのくんじゃなくて渚くんを迎えに来てくれたのかな。あ、おはよう。おはようってことは何、ずっとそばにいてくれたの。お優しい、さすがですね。ゆきのくん紳士ですね紳士なのかどうかわかんないけど、ちょうどゆきのがベッドのカーテンを開けているところ。あ、今来たんだね。おはよう。どうしたの。もう給食だから呼びに来たんだよ。じゃあ1時間だけじゃなくてガチ寝ガチ寝してしまったんだね。もうお昼だね。いつの間にそんな時間が経っていたんだろう。俺はそんなに長い間寝ていたのか。具合はどう、大丈夫。心配そうに俺の顔を覗き込んでくるゆきの。なんて羨ましい羨ましすぎるぜ。上から覗いて来てくれてるってことでしょ。やばいね、それやばい月村たちは来てないよ。だからね、教室戻ろ。あ、来てないんだ。でも小林はいるんだろそうだね、いいや、食欲ないし今日は早退するよ。黙っちゃってるね。あれ、ひょっとして待って、ゆうきのくん、やっぱり君も渚くんのこと好きなんじゃない。だったら辛いな、もういくとくんがいるからね。ゆきのは驚いたように目を見開いた後、悲しそうに目を伏せた。
やっぱりそう？もっと渚くんと一緒にいたいってこと？けれどすぐにまたいつもの柔らかい微笑みを浮かべる。そっか、じゃあ荷物持ってきてあげるよ。辛くないそれ？大丈夫？本当に俺の思っている通りならとても辛いけど、かわいそうだな雪乃くん。大丈夫かな？考えすぎか？悪いよ、自分で行くよ。それくらい教室行きたくないんでしょ？でも俺ね、臆病だから渚くんがいじめられてもかばってあげたりとかできないんだ。ごめんねと付け足して雪乃は泣きそうに顔を歪める。二人して泣きっぱなしだね。前回からかわいそうに。渚くんは俺のこと叱ってくれたんだから、叱ってじゃない、かばってくれたんだから、俺も助けなきゃって思うのに。なのに俺臆病で本当にごめんね雪乃。だからせめてほんの少しでも何かの役に立ちたいんだよ。本当に優しいね。さすが俺の惚れた子だね。はい。迷惑かな？いや、大歓迎だぜ。こっちおいで、ちょっと。おいで。ちょっとそこにベッドあるからよ。はい。いい加減にしましょう。はい。ごめんなさい。俺は、ユキノが思ってるほどいいやつじゃないよ。ユキノを助けたのはただの俺の自己満足なんだよ。それ言っちゃうの？俺は生徒会長なんだから、弱い立場にいるユキノを助けなきゃって思って。それで俺は本当は弱くて汚い人間なんだよ。全部言っちゃうんだ。これショックじゃない？ユキノくん、ずっと胸に引っかかっていた言葉をユキノにぶちまけた。なぜ言ってしまった？言わなきゃいけないことだけど、できればずっと自分の胸の中にしまっておきたかったこの思い。でもこれも一つの勇気ではありますけどね。できればユキの前では強い人間のふりをしていたかった。幻滅されるのが怖い。この機に及んで、まだ俺は優等生の仮面を外したくないと心のどこかで思っているというわけだ。だからユキのは責任とか感じなくていいよ。役に立とうなんてしなくていい。幻滅した？どうでしょうか？どういう顔？この顔はどっちの顔？可愛いね。どっちにしても可愛いけど。でも助けてくれたのは事実だよ。確かにそうだよね。それで俺が救われたのも嬉しかったのも全部本物だよ。俺はユキノのこと弱い立場だって見下してたんだよ。怒らないのかよ。どうでしょう。怒らないし幻滅なんてしないよ。おお、そうなんだ。どこまで優しいんだ。底なしか。優しさの底なしですね。ありがとう渚くん。目の奥が熱くなって涙が出そうになる。布団を強く握り、唇を噛み、涙が溢れるのを必死に耐えた。クラスで唯一の味方であるユキノの存在がとてもありがたかった。どっちに転ぶんだ？それともなんだろう、ユキノくんはね、まだわかんないけどのんけくんなのかな。そこもわかんないね。まだ謎に包まれております。もう見下したりしないで、友達として大切にしていくことを誓おう。友達でいいの？恋人じゃないのか？もう二人とも取っちゃおう。ね、イクト君とユキノ君は。もっとユキノと仲良くなりたい。心の底からそう思った。なんかちょっとここも怪しいぞ。伏線っぽいけど。大丈夫かな？不穏な予感がする。結局月村君たちは来てなかったのかな？あ、ローソン。ローソンかわかんないけど。下校中、通学路のコンビニの前に、なんだっけこれ。なんだっけこれ。読めるはず。コンビニの前にたむろうかな、月村たちを発見する。あ、いたんだ。あれ、渚じゃん。結構ラフに話しかけてきたね。逃げる間もなく気づかれたか、無視して立ち去ろうと背を向ける。学校へ来ていない日はいつもこうしてどこかで遊んでいるんだろうか。制服を着ていてどう見ても中学生なのに大人は誰も注意しないなんて、
世の中本当にどうかしている。ねえ、でもそれはどうだろうね。昼間から中学生見ても、声はかけないかな。おい、帰っちゃうのかよ。遊ぼうぜ。何されるんだろう。もう十分だよ。勘弁してくれよ。もう前回ので十分だって。ね、宇野大会。宇野大会でもう十分です。写真、ばらまいちゃうけど、いいわけ？あ、そうだった。弱みをね、握られているんだった。あー、これどうしようね。あれをばらまかれたらちょっと大変だね。写真という言葉を聞いた瞬間、足がピタリと動かなくなる。小林に侵されて泣きわめく俺の地帯を大量に、写真に撮られたんだ、ただの落としだ。本当にばらまくはずがない。それはないと思う。絶対ばらまくぜ。ここで下がったらいいように利用されるだけだ。帰るんだ。帰るのか。大丈夫。頭ではそう思うのに、やっぱり無理かな。俺の足は地面に張り付いてしまったかのように全く動いてくれない。俺、いいこと思いついたんだよ。なんだ？前回以上のことはなしだよ。放送できねえ。いよいよ。ついてこいよ、なぎさ。どこに行くんだ？今度こそ、リンチ？違う、駅だ。泣きそうになりながら、月村たちの後ろをついていって、連れてこられたのは、隣町の駅だった。ついてこいと言われ、おとなしく従うしかないなんて悔しい。早く弱みである写真をどうにかしなければ。ここの駅の便所がさ、発展場なんだってよ。お前、一回1000円で体売ってこいよ。おい、待て。ありえないだろ。ちょっと待って、なんてこと。正気かよ。前回以上のことが本当に来たね。月村さん、やっぱ頭いいっすね。これ頭いいのか。わけがわからん。1000円は効率悪いよ。5000円にしようぜ。そういう問題？ちげえよ。やめろやめろ。放送できねえって。どうしよう。こいつらは本気だ。マジで？逃げるなら今のうちだけど、逃げたら写真をばらまかれるかもしれない。なんだろう。どっちがいい？だって。逃げないとだってそれされちゃうんでしょ。おとなしく従って耐えるのかと、耐えるのと逃げ出して写真をばらまかれるの、どっちかもしれない。そうだよね、俺も思っていた。待て、選択肢じゃないよね。あ、違う、よかった。私にその際は投げられない。荷が重すぎる。嫌だ。あ、やらない。どっちも嫌だ。まあそうだね、正論ですね。はい、正論でございます。嫌に決まっている。じゃあ写真ばらまいちゃっていいんだな。ネットにも流し、クラスメート全員に送りつけるけど、本当にいいんですか？全員分のメアド持ってんだ。これはだいぶ社交的だね。この子は社交的なんだ。それも嫌だ。どうする。嫌だ嫌だばっかりだな。どっちか決めろや。そんな、どうする。全然展開が読めない。いやー、ちょっと待ってくださいよ。嘘。せっかく私、ちょっともう混乱してきた。私がサジを投げることはないと思っていたが、やらなければならないようですね。まあ従ったらちょっと本当に放送できないかもしれないんで、従わないを選びましょう。ごめん。これでね、これを機に何か事態が好転するようなことが起こってくれればいいんですが。嫌だ。なんで俺がそんなことしなきゃいけないんだよ。ふざけんな。そうだよね。なんだ今度。月丸に腕をつかまれ引っ張られる。結局なんだ今の選択肢。結局連れて行かれるの。
そのままトイレの方に歩いていこうとする月村に必死で抵抗した。なんとか月村の手を振りほどくことに成功して立ち去ろうとするが、今度はなんだっけこれ、貫きた違うよね、抜きたかな、に肩をつかまれる。この金髪の子だよね、うん、左の、あ、違ったごめんなさい、君か。つうかお前、写真はいいの？勝手にしろよ。まあどっちかって言ったらそっちの方がねいいのかな。でもな、どうせ脅しだ。本当に？ここで言うことを聞いてしまえば月村たちはさらに調子に乗るに違いない。そしたら俺は一生月村たちの奴隷として生きていくことになるかもしれない。どこかでね抗わないと好転しないと思うけど、事態はそんなの絶対に嫌だ。こいつらの思い通りになんか絶対になるものか。いって、また攻撃を受けたの？君ちょっといつもやられ役だね。大丈夫？かわいそうに。カバンで、抜きたでいいのかな、を思いっきり殴って一気に走り出した。うん、見事に。とりあえず逃げることには成功しましたね。これで良かったんだろうか。はぁ、はぁ、ちょっと大丈夫ですか？ BGM 不穏ですよ大丈夫かな。一目散に逃げ出して適当なコンビニで少しだけ体を休める。月村たちが追ってくる気配はなかったけど、それでも万が一ということはあり得る。でももし追ってきていたとしても店の中で絡んでくることはないだろうそう思ってこのコンビニへ入った。うん、とりあえずね。すごいね、このコンビニ。魚介類とか書いてあるえ、なんだメール、これってストーカーじゃない？ポケットの中で携帯が鳴る。そういえば今日からまた携帯を持っていくことにしたんだ。うん、そうだね。一体誰が犯人なんだろう。てっきり小林先生かと思ったけど、メールを確認すると予想通りあの妙なメールだった。早退したんだって？早退を知っている人ですね。だとすればクラスメートの誰かかな。うん、月村くんたちがよこしてくれる来るとは思わないしね、こんなメール大丈夫？優しいね、やけに。同じような内容のメールが何通か溜まっている。文面だけで判断すると、ただ普通に誰か友達が俺を心配してくれているな。そうだね、そんな感じだ。だけど今の状況の俺をこんな風に心配してくれる友達なんていない。いるはずがない。待て雪野くんぐらいしか思い浮かばないよね。ただメアドは知らないはずだよね。メールを確認してた、最中にまた携帯が鳴り響く。早退したのにコンビニに寄り道？ん？見ているね、やっぱり。 GPS とかじゃないもんね。直接見ないとわからない情報なんで、近くに犯人はいるはずなんだけど。悪い子だね。でも雪乃くんはこんな子じゃないね僕の知っている雪乃くんはもっと優しいからね。誰？まるでどっかから、そうだね、見ているかのような文章だった。今まさに俺は監視されている？そう思うと恐ろしくなって携帯を持つ手が震えた。月村たちから逃げ出せたと思えば、そうだね、今度はこれか。君が悪いし早く帰ろうと思いコンビニを出ると、意外な人物に、人物に鉢合わせる。誰？あ、イクトくん。ん？イクトくんが近くにいた。イクトくんが犯人？わかんないね。イクトがコンビニの前の駐車場で立ち尽くしていた。イクトの姿を見た途端、涙が出そうになる。周りに人がいなければイクトに思いっきり抱きつきたい気分だ。今でもいいんじゃない今抱きついてくれ、全然構わないぜ。やっぱお前か。ん？え？たまたま入っていく姿が見えたから。本当にたまたま？そうなんだ。っていうか学校は？まだ俺が早退しているから、それほど時間は、そうだね、経っていない。うん、授業が終わるにはまだ早い。
お前が早退したって聞いたからさ、心配で俺も早退してきたんだよ。え、じゃあやっぱりメールの主はイクト君？え、でも意味がないよね。この二人は普通にメアドっていうかメール交換し合える仲だから。え、そんな、ごめん、謝らなくていいよ。俺が勝手に早退してきたんだからさ。それよりほら、寄り道しないで帰ろうぜ。うん。無言で自宅までの道を歩いた。本当はイクトと手をつなぎたかった。つないでないの？手ぐらいいいだろう。だけどどうしてもイクトの熱い手を引き寄せる勇気はなかった。うん。じゃあな、ゆっくり休めよ。背を向けて去ろうとするイクトに異常なまでの寂しさを感じる。ん？なんだかものすごくイクトに甘えたい気分だった。え、じゃあ連れ込もうぜ。自宅へ。今度は僕の番だとね。イクト、おっと？ん？俺、イクトの家に来て、あ、そっちね。でもいいでしょう。ダメかな。振り返ったイクトは少し驚いたような顔をしていた。もうすぐに太陽みたいな、え、ん？でもすぐにか。太陽みたいな笑顔を浮かべて俺の手を取った。お？イクトと俺の家は1分もかからない程度。え、そうなんだね。その何十秒かの道のりをイクトと手をつなぎながら歩いた。いいよ、いい流れよ。相変わらず誰もいない家に着くとすぐにイクトの部屋に行って、ちょっとここは直球すぎてちょっと言えません。はい。俺、イクトのこと好きだ。多分ずっと昔から好きだったんだと思う。うん。やっぱりラブなんだね、ライクじゃなくて。昔って幼稚園ぐらい？うん、そうかも。イクトは俺のこと好き？どうでしょうか。え、でもここまで来て嫌いはないでしょう。好きじゃなきゃこんなことしないだろ。ですよね。安心したぜ。イクト君やっぱりお優しい。昼間だから当然部屋はまだ明るい。イクトの方がほんのりと赤く染まっているのがよくわかって俺も照れくさくなった。でも今はその羞恥心ですら、興奮材料でしかなくて、俺はより一層胸が高鳴った。イクトと抱き合っていると嫌なことは全て忘れられた。純愛ですね。月村たちのこともいじめのことも。でも毎日ね、こんな思いして学校に行かなければならないのは嫌だよね。クラスのことも変なメールが来ることも何もかも全部どうでもいいことのように感じられた。イクトの香りとぬくもりに包まれることに幸せを感じる。この幸せな時間が永遠に続けばいいのに、なんてベタなことを考えた。イクトが入れてくれた紅茶を飲みながらソファーでイクトに、なんだっけこれ。もたれかかってか、甘える。うん。イクトから受け取った紅茶を砂糖を入れすぎたのか、驚くほど甘かった。母さんには一応遅くなると連絡しておいたけど、さすがにそろそろ帰らなければ。先ほどからずっとそう思っているのに体が動かない。頭がぼんやりして体に力が入らない。帰らなくちゃと思い始めてから何分くらいこうしているだろう。やっぱり好きな子のね、好きな子相手だから帰るのちょっとねためらうというか惜しむというかね。うん、本当に恋人同士ですね。行くと、あのね、ん？明日学校に行くのが怖い。やっぱりそうだよね。あんなことされちゃうね。本当にばらまかれたら本当に大変だよね、あの写真を。今日月村の、命令を無視して帰ってきてしまった。明日だったら何を言われるんだろう、何をされるんだろう。本当に写真をばらまかれたら俺はもう生きていけないかもしれない。考えただけで死にたくなる。明日デートでもするか、学校サボって。あー、いいね。でも本来学校行かないとね、この未来というか行く末が心配なんですが、まあいいでしょうね。こんな状況で学校なんて行ってらんねえぜ。行こうぜデート。
デート？いや、じゃないけど、いいの？っていうか、なんでデートなんだよ。普通に遊びに行くとは違うの？だって、俺たち恋人じゃん。よく言った。その一言が聞きたかった。ね、これでこの二人は晴れて恋人同士になれましたね。え、恋人だっけ？え、渚くんはそう思っていないのかい？え、違うのかよ。ゆきとの顔が真っ赤に染まり、俺も釣られたかのように顔が熱くなる。照れくさくなってゆきとから顔をそらした。お前は友達とあんなことするのか？しないよ。俺のこと好きって言ってくれたのは何だったんだよ。ゆきとのことは大好きだよ。当たり前じゃん。え、なんでこんな拒んでいる？拒んでるっていうか、なんか腑に落ちないというか。でもなんだろう、ほら、ちゃんと告白とかされたわけじゃなかったから。あ、そういうことね。驚愕して。じゃあ俺と付き合ってくださいとか言えばいいのか？恥ずかしいよ、そんなの。可愛らしいね。横目でチラリとイクトを見ると、顔を耳まで真っ赤にしていて、なんだかすごく可愛かった。そうだね、いつもかっこいいイクトを可愛いと思ったのは初めてかもしれない。照れたイクトがすごく愛おしくて、ますます帰りたくなくなった。泊まれば？泊まっちゃおうぜ。うん、一泊。先輩と二人きりで一泊。いいね。はい。愛してるとか、そういう少女漫画みたいに甘いセリフは覚え、ん？もらえなかったけど、俺は十分に幸せだった。さあ、サボるかな？サボったね。うん。次の日、イクトは本当に俺と一緒に学校をサボってくれた。デートと称して幼い頃よく行った公園なんかを二人で巡った。イクトは受験生なのに付き合わせてしまって申し訳ないと思いつつも、結局その優しさに甘えてしまう自分が嫌だった。でも他に逃げ道ないしね。小さい頃、近所のみんなと一緒に遊んだ神社。寂れた無人の神社で、俺は今でもこの場所が大好きだ。懐かしいな、ここ。よく鬼ごっことかしたよな。うん、そうだね。イクトは昔からずっと足が一番速かったよね。そういえばお前、昔は足遅かったな。今は速いけど。あ、そうだね。うん、渚くん、イクトくんに憧れたからなんだね、足速いの。イクトみたいに速くなりたくて頑張ったんだよ。誰にも言わなかったけど、俺の遥か前を走るイクトに少しでも追いつきたくて、いつも一人で走る練習をしていた。イクトは俺の憧れであり、お手本であり、目標だ。今の俺がいるのはイクトのおかげだと言っても過言ではない。でもカードゲームとかパズルとか、ちょっと頭使うようなものはお前の方が得意だったよな。そうだっけ？そうだったよ。ポーカーとかさ、よく姉さんと俺と渚でやったじゃん。誰もお前に勝てなくてさ。あと木におみくじ結ぶやつあるじゃん。ん？昔のお前はそれがなんだかわからなかったらしくて、あれ何って俺に聞いてきたんだよ。ん？思い出せないね。そういえばそんなこともあったような、なかったような。それで俺ふざけて嘘を教えたんだ。願い事を書いて神社の木に結ぶと願いが叶うんだってよ。ああ、それか、思い出したね。なんて書いたの？それっぽい嘘だから俺ずっと騙されてたんだよ、小4くらいまで。マジ？それでクラスで間違った知識を披露して恥かいたんだ。あ、それはかわいそう。あのイクトが嘘なんかつくわけがないと信じていた昔の俺には衝撃的な出来事だった。イクトのことがほんの少しだけ信用できなくなった。苦い思い出だ。懐かしいな。そうだね。よし、願い事書くか。うん、どんな願い事を書くんでしょうか。よかったね。でも学校サボった甲斐がありまして、二人でデートできました。はい、ということで、今回時間もいいところですので、この辺で以上とさせていただきます。すいません、ちょっと喉の調子悪くてガラガラになってるかも。はい、また次回もお会いいたしましょう。さよならー。